久しぶりに出てきたハングリー精神の塊のような力士ですね。とても魅力がありますね。入門してきた時に境川部屋での稽古を見たんですけれども、一人だけ申し合い稽古で真っ先に勝った力士に飛びついて、次は俺を勝ってくれと、まあ、そういう意味なんですけども、そういう力士が一人目立ってたんですね。でそれが平戸瑞稀だったんですね。最近でもこういう、力士がいるんだなと感心しましたね。その上位で活躍している、若隆景、それから翔猿、同じぐらいの体型ですからね。やっぱりそういう上位で活躍している小兵力士と比較しながら、いいところをこう取り込んでいって自分のものにして稽古を積み重ねていけばですね、もう十分に幕内と言わず三役も狙える力士になってくると思いますね。ですから平戸海関にとってはこの九州場所はとても大切な場所になりますね。